まさかこんな時間にあんたがいるとは思わなくってさ。偽物かと思ってつい。大丈夫、間違えるわけないじゃない。でもさ、一体どういう風の吹き回し？あんたがこんな時間に通学路にいるってこと。寮のために真面目くんになろうとしてるんでしょう。そうよね、彼女ができたんだからいつまでも不良やってるわけにはいかないわよね。ちゃんと学校行って進学していい会社入らないと。りょう、よかったわね。あんた愛されちゃってるわよ。4、1から3全部。
とりあえず好きなのを選ばせてあげる。おすすめは4よ。こうして会えると嬉しいのよね。亮が言いたいことあるんだってさ。うん、そう。今も後も変わんないでしょ。ほらほら。ほら、りょう、頑張って。昨日の夜あれだけ特訓したでしょ。
緒に食べませんか？言えたわよ。というわけだから、トモヤ、昼休みが始まったら亮と一緒にご飯食べるのよ。飯だ。岡崎、購買に行くぞ。なんだ岡崎、早く行かないとパンがなくなっちゃうぜ。え、なんだよ、どんな用事？じゃあ僕も一緒に行くよ。僕もだ。タイミングいいね。
と行こう。男二人で便所の個室に向かうってすごいよね。もうガッチガチの友情で固められてるって感じだね、僕たち。こういうのって、なんだっけ、参勤交代っていうの？ついたついた、お互い頑張ろうぜ。あんまり聞かないでくれよ。
ご飯は、お弁当なんて食べらんないでしょ。それでどうやって食べんのよ。
たこれ片手で持って食べるの？何がよ。3人分のお弁当なんだから伝統でしょ。そりゃあやっぱ同じ作るなら手は抜きたくないしね。5時には起きてましたし。まっねー。あんた、おしんこ以外食べちゃダメ。やあね、お世辞ってのは本当のこと言っても意味ないわよ。食べよ。ほら、ぼーっとしてないでさっさと靴脱いでそこに座る。彼女なんだからこうでしょ。
ながらかわいすぎよ。たまんねえ。ないですか。そうですか。食べましょう。今日のメインは醤油でほんのり味付けをしたとんかつよ。美味しいでしょう。ちょっと自信作なのよね。お姉ちゃん、家でもよくこれを作ってくれます。結構私のオリジナルなのよ。残んないわよ。違うわよ。あんたが残さず食べるのよ。大丈夫大丈夫、絶対食べれるって。りょうがあんたにお箸で「はいあーん」ってしてくれるから。えっ
やもう食べるっきゃないでしょう。それを断っちゃ彼氏失格よ。あんた寮を泣かしたらどうなるか分かってんでしょうね。っていうか誰がシュートよ。古い女って書くのよ。めちゃくちゃ失礼じゃない。
ぱ無理だったみたいね。すみません。まあ、いきなりじゃしょうがないよね。篠原、篠原は早退か。仕方のないやつだな。関口。はい。なあなあ、男子トイレの変な話聞いたか？ああ、なんか僕の部屋とか書いてヒッキーしてるやつがいるんだろ。ありゃ怖くて近づけねえよな。